はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望大使やっていきましょう。さあ、前回はこちら、長きにわたって北条と戦ってきましたが、なんとか講和できましたね。で、領土もかなり削れてるんで、いやーよかった。で、安心したのもつかの間、こちら島津が宣戦してきたということで、さあ今回から島津攻略も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。まずはこちら、島津が5万2100で村中城に向かってるということで、どうでしょうかね。いやー、ここなら大丈夫か。よし、行きましょう。我に続け。さあ、まあ、今回で本格的に島津の方に攻めていく感じになるんですけども、そうだなー、こっち、よし、はい、日の熊。我に続け。で、ここは長宗我部。戦ったばっかでね、疲れてると思うんですけども、援軍ください。はい、こう、あーで、めっちゃ貸してくれる。よしよしよし、いいよいいよ。あーいいですね。兵数6万8000を金銭6600で、貸してくれる。ナイス、ありがたや。さあ、で、この大部隊を、そうだな、薄木城、もったいねえな。まあ、とりあえず薄木城向かうか。よし、さあ、では行きましょうかね。で、こっちの方が出せないかな。36,500 か。よし、我に続け。で、さあ、トトキさんを、じゃあ気づき城、はい、行きましょう。我に続け。さあ、行ってみましょうか。はい、我が、さあ、まず義久が、はい、薩摩魂んで、まだ到着までかかるか。さあ、行きましょう。いやー、怖いなー。待機するぞ。あれ、松倉右近さんが亡くなってしまったのか。そうかそうか。志、いやー、松倉右近さんは優秀ですからね。先月の終始でございます。はい、表情でございます。行きましょう。さあ、まずお互いの舞台を、カメじゃなくてね。さあ、表情ですね。そうですね、ここはじゃあ、まあ、軍事と論議かな。行きましょう。で、ピッカーン、羽柴秀吉、ナイス。で、小早川隆景、そして、真田昌幸、いいですね。表情を終えるぞ。で、これ統制不足取れるか。部隊の攻撃力上昇中、素晴らしい。で、あと、都市空権とかも取ってなかったな。あと農業系もなんか取りたいっすね。備前包み、じゃあこれでいきましょう。はい、で、まぁ、こんな感じでいいですかね。よし、いいでしょう。ご命令を。ではでは、合戦の前にこちら、この部隊に内容ができる武将がいるということで、龍造寺家春か。いきましょう。はい、で、この方か。はい、お願いします。宴を開き、皆の気をそらすとは策士ですね。私の義治殿の立場を考えればこそです。ですよね。さあ、では行きましょう。はい、あ、ナイス。で、ナイス。じゃあこれ、あ、ナイス。そうですね、まあここは上州確約でいいかな。じゃあ、まあ朝倉山城やるか。はい、どうぞ。 OK、 ナイス、素晴らしい。で、まあまだ内容は早いので、さあ、では行きましょうか。はい、さあ、こちら、戦場狭く勝敗の行方は分かりません。行きましょう。お願いします。はい、牛の王の戦い、最上義明 VS 島津義久で、兵数はちょびっと私たちが有利かな。行きましょう。牛の王と書いて牛の王と読む、そうですね。さあ、行きましょう。で、まずはお互いの舞台、これが私たち、あー、めちゃめちゃ強いな。え、で、これが向こうか。あー、これなら勝ちたいですね。いや、でも向こうも強いな。さあ、行きましょう。はい、海戦牛の王の戦い、行きましょう。今回私は金サク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 のうずめび、うずめび、沼沼。さあ、で、向こうが金金か。さあ、では行きましょう。で、まずこっちの川の向こうにいる部隊を、さあ、鉄砲で釘付けにする。で、鉄砲鉄砲、あー、この部隊鉄砲か。ご命令を。で、そうですね、こっち行こうか。いざ進む。で、こっち行く。始めるぞ。さあ、で、こう覚悟せよ。で、こう行って始めるぞ。で、ここはこう行こうか。
さあでは行きましょうかね。ゲチよ、はい、始めるぞ。行くぞ。この舞台早いなあ。攻めるぞ。すげえすげえすげえ、はい、ゲチ早すぎる。覚悟せよ。撃たれてるかな。挙撃されてるかな。ご命令を。お、もう出ました。いや、こっち。うん、あ、沼だ。嘘。ご命令を。ゲチよ。あれ、やりたい。前へ。さあどうする？攻めるぞ。よし、はい。始めるぞ。だいぶ動き早いな。見どころが分かりましたな。で、まずうずめび、ナイス。内容できる舞台、あれいない。いなくなってる。嘘、なんで？あれあれ、おかしいな。はい、あ、まだ合ってないのかな。はい。攻めるぞ。どっかにいると思うんですけどね。はい。ガセネタを捕まえたんでしょうかね。はい、始めるぞ。鉄砲、鉄砲、覚悟せよ。鉄砲、はい、もう鉄砲、鉄砲。さあ、始めようか。あ、いないな。あれ、いなくなっちゃってる。なんで。まさかバレたのこんなことある。さあで、もうこの舞台が気になるけどな。じゃあ、さあ、来ました。川渡ってきたよ。はい、始めるぞ。レポ、さあ、さあ始めようか。まず柵の向こう行って、はい、容赦はせん。よし、まず一舞台撃破。で、こっち、レポ、始めるぞ。で、こうだ、始めるぞ。で、こう、あ、向こうも早いな。鍋島直しげが当時早いわけだ。ゲッチ、鉄砲、鉄砲、はい、鉄砲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 。で、内容できる舞台ない。あれ、いなくなってる。で、こっち、始めるぞ。私が何を言ってるんだみたいな感じになっちゃうじゃない。はい、始めるぞ。診断希望、やってみる。行きましょう。はい、行きましょう。受けるがよ。さあ、で、これ移動ができません。ああ、いいですね、これ素晴らしい。さあ、今のうちに距離を取って、はい、ゲチ。で、こう、覚悟は良いか。で、鉄砲、はい。で、鉄砲、はい、いいですね。我が命に従え。で、こっちも、はい、寄りたい。おい、寄りたい。ああ、大丈夫。おい。で、哀れな野郎。こういって、で、こういった、はい、って、はい、いいぞ。いけいけいけ、切り込め。おえおえ、ナイス。で、こっち、破れると容赦はせん。いい戦いだぞ。はい、罠がもう腐っちゃってるね。あ、そんなことは気にしなくていいんだ。やりたい。で、こう、おし、ナイス。よし、で、こっち、ええぞ。ご命令を、はい、始めるぞ。で、診断希望を打てるか。こっち、はい、こう、ナイス。で、こう、いざ進まん。一体ナイス。で、こっち、はい、さあ、なだれ込め。寄りたい。おい、もうちょっと、ご命令を始めるぞ。ナイス。で、こう、みんな力を合わせよ。撃て撃て撃て、よし。さあ、鉄砲、ナイス。さあ、撃ちまくれ。で、衝撃ナイス。いいよ。攻めるぞ。で、雨、降ってきそう。いざ進まん。あれ、内容できる舞台いなくなってんな。やりたい。おかしいの。攻めるぞ。ごめんごめん。始めるぞ。うまうまうま。で、まず一舞台撃破。で、ご命令を、はい、始めるぞ。覚悟せよ。だー、金壊された。やりたい。前、まあ、ことよ。ご命令。で、雨降ってきたね。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、はい、始めるぞ。はい、作詞、はい、我らが意地見せてくれようぞ。バカ声、攻めるぞ。さあ、どうでしょう。で、ここもよし、倒したね、ナイス。引くぞ、ご命令を。じゃあ、金壊してくれ。始めるぞ。まあ、金壊してる間に勝負はつくと思うわ。お見せしよう、はい、作詞。やりたい、前。よし、容赦はせぬぞ。で、作詞、はい、覚悟なき者よ、負けはせぬ。ご命令を。さあ、どうでしょう。いや、四季たけ、やりたい、全然ひるんでね。横槍を入れよ。ナイス。さあ、で、強力攻勢はいけるか。はい、これやっときゃよかったな。オッケー、ナイス。で、龍造寺家春は
あれれれれ、死力を尽くしたかいが。いや、5万倒したからいいけど。そう、せっかくの私の下準備が。まあいい、あいつはもう許さん。さあ、で、この方投与でいきましょうか。はい、で、逃がして、片付けない。で、ここはじゃあ、獅子牙城を落としましょうか。 いや、で、また4万3000来るんかい。ああ、そういう感じで来るのか。もう一舞台よこしましょうか。じゃあ、松平、秀康3万5000。出陣する。これを、手を打ちましょう。じゃあ、こっち。岡城、はい。出陣する。さあ、どうする。はい。で、獅子牙城到着。獅子牙城は、強行38日。で、こちらだ。戦場は狭く、勝敗の行方はわかりません。行きましょう。いや、でも結構、兵数違うけど大丈夫。はい、月熊の戦い。東堂高虎 VS 島津俊久。あー、でも兵数は有利か。よかった。準決勝育てておいてよかったぜ。さあ、まずはお互いの舞台を確認。これが私たちですね。あー、やっぱ強えな、うち。いやー、これなら勝てる。さあ、行きましょう。はい、回戦月熊の戦い。行くぜ。今回私は、金のろし作、なるく。で、向こうが砦陣の、のろしか。のろし早めに壊したいですね。いざ進まん。で、どの舞台に行かせようかな。回避も散る。あー、この舞台だ。結構でかい。奈落だ。なぜだ。敵の居所、私と同じ位置に奈落があるなんて信じられん。あ、うずめみだ、そこは。何、命令してくれ。さあ、やりたい。さあ、まず海じゃない、川にドボンして。今ぞ、で、攻め込め。そこなんでそこにウズネミ仕掛けてんだよ。やりたい。わけわかんない。さあ、で、こっち今ぞ。で、なんかハマってんね。で、はい、よし。さあ、行こうぜ。で、ね、なんでそこにウズネミあんの。おかしいだろ。知るもしたな。2回連続ウズネミはやばい。前、で、気づかれた。やりたい。急げ急げ。前、さあ、行こうぜ。ねえ、で、はい、始めるぞ。で、こいって、こいって。ゲチ、さあ、もう少し。ゲチ、始めるぞ。追い立てろ。始めるぞ。ゲチ。さあ、脳死さえ壊せれば。前、ナイス。ゲッねえ、ゲチ。行くぜ。はい、覚悟せよ。そこに奈落どんだけ罠あんねん。やりたい前。ユービムかんのか使ってんのかっていうぐらい罠と施設多いんですけど、どうなってるんですかこれ。さあ、オッケーですね。やりたい前。よし、オッケー、のろし壊した。あー、でかした。命令してくれ。これはでかい。さあ、急いで戻ってきて。で、こっち、はい、始めよう。切り込め。さあさあさあ、敵の居所知るべし。どうでしょう。あー、そっか、はい、前。で、こっち、はい、倒して倒して。ああ、イエヒサだ。こいつイエヒサですね。やりたい。で、はい、こっち。どうだ。ああ、止まっちゃってる。はい、お見せしよう。はい、止めれよ。油断大敵だぜ。そうか、こいつゲチ、覚悟しておけ。イエヒサは手強い。今ぞ、攻め込め。最近切り込め。ねえ、始めよう。で、ご命令を、はい、始めるぞ。で、叩き潰せ。奮闘係。これにて幕とさせていただく。何しやがる。こいつ早えな。ゲッチ、はい、で、挟み撃ち、ナイス。やりたい。前、今は行くぞ。ゲッチ、で、再配。やりたい、前。オッケー、いいよ。で、こっち。ゲッチ、いざ進む。始めるぜ。さあ、向こうの舞台を潰せるか。まさか我らが。さあ、4万ぐらいいるからね。これ倒せたら世界、ね、覚悟せよ。で、この方はちょっと始めるぜ。まさか。オッケー、ナイス。やれると。さあ、イエヒサ、ゲイサ、覚悟しておけ。始めるぞ。命令してくれ。で、大将倒した。オッケー、聞くぞ。ナイス。さあ、で、これでどうですかね。まずどうだろうな。死力を尽くした甲斐があったな。まあ、北条ほど兵はいないとはいえ、これ10万ぐらいは倒したことになるから、
で、長宗我部とも戦ってたわけだしね。で、じゃあこの二人、じゃあ、逃がしましょうか。はい、すまねえな。さあ、どうでしょう。はい、オッケー、ナイス。はい、日の熊城落としました。ナイス、素晴らしいです。赤子の手をひねるようなものよ。じゃあ、はい、開けて、行くぞ。はい、落とすぞ。出陣するぞ。さあ、で、こっちには、まあ、33,900が、獅子ヶ城向かってるのか。はい。で、はい、秋月城到着。ここは、標高38日。で、モグラ攻めもできる。ナイス。よし、行きましょう。さあ、どうでしょう。はい。で、こちら、大将圏形成でございます。で、獅子ヶ城に向かってた部隊が諦めた。で、めっちゃ囲ってくれた。うわ、素晴らしい。気持ちいい。で、はい、秋月城落としました。ナイス。赤子の手をひねるようなもの。で、じゃあ、伊万里城行きましょうか。誰に続け。ちょっと9700しかいないからな。さあ、はい、臼杵城到着。臼杵城は標高51日。あれ、だいぶ消耗してない？島津。あらあら。まあ、後ろの部隊はまだまだいるけども。で、この佐渡原城に21,900が詰めてる。で、さっき内容させた武将、こちら龍造寺家春が肥前鹿島城にいんのか。先にこっち落とした方がいいか。じゃあ、行くぞ。こっち行きましょうか。はい、前進せよ。あ、で、向こう引いた。よし、行きましょう。で、獅子ヶ城は交渉はできる。行きましょう。はい、10日ほど時間ください。皆の力、さあ、宇治政合わせよう。豪語北条で、まだ北条とはここは解けてないんで、すぐ攻めてくることはないと思います。はい、木月城到着。木月城は、まあ、ここは水攻め51日で、はい、金はある。現実でもそう言ってみたい。さあ、行きましょう。はい、交渉ですね。じゃあ、直江兼継お願いします。さあ、行きましょう。ここはまあ、城主投降で一発で行きましょう。はい、オッケー、ナイス、素晴らしい。いやー、ありがたい。赤子の手をひねるような。じゃあ、次は伊万里城。はい、我に続け。はい、行くぜ。で、こちら肥前鹿島城。標高53日。あれで願い、あ、させれない。なぜだ、はい、なぜだ、なぜだ。さあ、行きましょう。はい、伊万里城到着。伊万里城は標高49日。はい、もしかしたらあれかな。城主確約だから寝返りさせれないとか、そういうことかな。マジで。さあ、今のところ島攻めは非常に順調なのではないでしょうか。で、こちら22,400は伊万里城向かってるか。となると肥前鹿島城ちょっと厳しいかな。あ、で、一応交渉はできるか。やってみる。行きましょうか。ここはロマンにかける。はい、さあ、10日ほど考える時間ください。行きましょう。我が覚悟。さあ、島津義久。はい、優美無冠で、こちら、はい、木月城水攻め完了で、向こうの降伏を待ちましょうかね。はい、ちなみに交渉はできますかね。はい、木月城。あ、いけるか。よし、行きましょう。なんと、今すぐ話をしたい。いいですね、その心意気は。よし。あー、で、龍造寺坂信か。こいつは解き伏せやすそうだな。いやー、そんなことなかった。まあ、全面解放でどうですか。許さねえ。くー、さあ、行きましょう。はい、はい、交渉。じゃあ、下妻ライレンさんお願いします。どうもどうも。で、ここはそうですね。じゃあ、全面解放でどうかな。あー、やったよ。 OK、 ナイス、素晴らしい。よかった。さあ、で、ここはじゃあ、入場させるか。じゃあ、この方、はい、じゃあ入場で、じゃあ、東堂高虎はこっち大村城行くか。前進せよ。あー、コース変える。わあ。いざ参ろう。そうですね、戦いやすな場所ないかな。じゃあ、平戸、はい、はい、前進せよ。さあ、行きましょう。
で、密約中の龍蔵寺家春から文が届いた。もうあいつそんなことしたって許さねえぞ。まあとりあえずもう内容させるか。はいはい、うち来てください。うん、はい、上司は確約しましたからね。約束は守りましょう。口惜しきことだ。家春が柴田家に寝返ったなど、己勝政このような手を使うとは今に覚えておれ。うん、まあ言うて私もだいぶがっかりなんですけどね。さあ気づき錠落としました。ナイス、オッケー。で、じゃあ次は船井館ですね。進め。で、3万1000が薄生地を向かってるよ。気をつけてね。さあ行きましょう。で、どっかの部隊が引き上げた。で、岡城到着。岡城は方位36日で交渉もできる。じゃあ交渉しておきましょうか。はい、予約。表情を始めようか。さあ表情でございます。行きましょう。で、新しい方策はまあないか。ここは引き続き軍事、そして商業かな。はい、行きましょう。で、ピッカーン、ガモ、宇治里。あー、でも対面ポイントな。いやでもピッカーンは嬉しいかな。で、東堂高虎から小早川高影、いいね。表情を終えるぞ。で、ここはここはじゃあ足軽獣医を取っておこう。はい。で、そうですね、あとは稲富流砲術か。あとはあとはまあ稲富流砲術取っとくか。はい、よし。まああとはこんなもんでいいでしょ。あ、で、超坂部起きてしょ。あ、これは取ってるか、よかった。さあ陶芸に使いたいという浪人が名乗りを上げております。そういうシーズンですか。あ、めっちゃいる。あー、で、あーと、はい、徳川秀忠、いいですね。はいはいはい。で、毛利秀元、あの最初の空弁当の方だっけ。はい、ようこそ。片付けない。で、もうすぐ島津義久の部隊が最上義明の部隊と鉢合わせしますね。どっかで牽制できないかな。じゃあ大村城、よし、行きましょう。出陣しよう。で、引かないか。あれ、引いた。どういうこと。はい、薄城を落としました。ナイス、オッケー。鉢はもらったぞ。そうですね、じゃあそうだな、ここはまあ熊本城でも時間かかるか。いや角川にしよう。はい、皆の者、我に続け。どうする。はい、さあ伊万里城落としました。ナイス、立ち退きよ。いいぞいいぞ、非常に順調で、この線、鍋島直重捕まえてる。いや初段していけどな。まあ逃がしておこう。片付けなし、はい、で、そうですね、じゃあ、あとここは高城城。はい、出陣するぞ。さあ行きましょう。で、ここ戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。まあ大丈夫でしょう。心差し、あぶねー、よかった、大丈夫だった。で、この人じゃあ、はい、逃がしまして、はい、片付けない。で、船井館も落ちました。ナイス、もらい受け。じゃあトトキさんはじゃあ熊本城行きましょうか。はい、進め。行きましょう。で、平戸城到着。平戸は標高70日、いいね。はい、さあ大丈夫かしら。で、どうかな、どうかな、よし。で、朝廷より使いのものは来てます。あーと、まあ今金めっちゃあるしな、それを鍵つけてきたんでしょう。あー、でも簡易初めてか。そうだ、勝政は初めての簡易だ。はい、じゃあ授与しましょう。よし、さあ、で、はい、高城城到着。高城城は方位43日、行きましょう。で、大村城到着。大村城、あー、石川五右衛門だ。標高39日、行きましょう。さあどうする、島津義久で2万1000集めてる。はい、で1万2000も岡城行ってるからね、気をつけて。で、2万1000が門川行ってるよ。さあ門川到着。門川は水攻め60日。はい、どうでしょう。で、門川の部隊いなくなった。もう向こうもだいぶ混乱してんな。で、岡城に1万2800が到着。うわー、島津義弘だ。いやでもいけるやろ、いけるよね。はい、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。さあ行け、天下を。オーケー、ナイス、よしよしよし。続けるのみ。岡城は交渉できる、行きましょう。
なんと今すぐ話をしたい。さあ向こうも諦めてることでしょう。さあどうも、ここはじゃあ上司投稿でいけ。あーダメか。まああと6日で落ちるからね。くそ、島津強情な人が多いな。あーで飲み胸勝さん亡くなったか。そうかそうか、今までありがとうございました。さあということで今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべでした。さよならー。